京畜大学所属佐藤慎太郎がスタート。さあまずはトップ15人の選手たちがねどこまでのタイムを叩き出すのか、さあそこをね注目して見ていきたいと思います。鉄拳1番佐藤慎太郎、続々とやばい選手たちが続いていくんですけれども、本当に誰が勝ってもおかしくないこの全国スキー選手権大会。もちろんこの阿寒湖畔以上のコースもバッチリ。さあワールドクラス06のタイムを叩き出して、ゼッケン12番松本達樹、こうしてくるのでしょうか。さあコースは2位だがビブナンバー12松本達樹。さあやはりねここまで見てきた中でもやっぱりここのトップに絡んでくるのは55秒前後のタイムになってくるところでしょう。まあ、日本の合計タイム15のねトップ15の中のラストの新正信でございますが、さあ一体どんなタイムでやってくるのでしょうか。まずはね今日この日本一を勝ち取るためにはまずは55秒台でいきたいところでしょうか。さあブレイン所属新正信、どんなタイムで来るか。さあやってまいりましたラストの55秒06。鉄拳6番加山陽平、タイムを追い越すのは一体誰なのか。さあ期待したいところ。さあコース上にいるのは加山陽平、ビルナンバー6、日本体育大学所属。さあこのフィニッシュエリアから見てもですね、爆弾低気圧がまあまあちょっと残っているのかなといったところですけれども、さあ来てまいります。さあ55秒台が6名並んでいる状況ですけれども、一体ね、まあ、どんなタイムでやってくるんでしょうか。まあ、日本の合計タイムですけど、まあ、優勝狙いにまずは、ね、55秒につけていきたいところでしょうか。1本目まずはこの加藤選手、どんなタイムでやってくるのか。さあ一投でございます。ゼッケン10番大越龍之介、裏ロープを制覇しているこの大越龍之介選手。さあ彼の、ね、タイムもかなり気になるところでございます。さあトップのタイムを叩き出しているのがビブナンバー4番成田秀幸、55秒06。さあ一体このタイムに対してどれくらいのタイムでやってくるのか大越龍之介。さあ出してくるのでしょうか。ゼッケン4番成田秀幸、昨年のねチャンピオンこの成田秀幸選手、もうね今日はがっちり気合入れてきてるところでしょう。さあ一体どんどんタイムで来るのか。成田秀幸選手海外を転戦してその実力を、さあここにビブナンバー16ゼッケン17番石井智也、56秒77。さあコース上にはビブナンバー17石井智也、ゴールドウィン SC が起こった。一体どんな、ね、タイムでやってくるのか、石井智也も注目したいところを。さあやってきた